では時間になりましたので、ラブリル大沢さんの大規模でも小中規模サービスでもはかどるマイクロサービスなウェブサービスの作り方というトークを発表していただきます。あ、すみません、言い忘れたのに今ハッシュタグは薬師エイジや P です。では、よろしくお願いいたします。わー、どうもご紹介に預かりました大沢です。なんかマイクロサービスの作り方的な話をします。とりあえず簡単に自己紹介なんですけど、なんか ID アップで最近はJSON エンジニアという感じで主にデータベースからデータ引っ張ってきて JSON 作ってクライアントに返して、クライアントから JSON がポストされてくるのでそれを分解してデータベースに入れるっていうすごい簡単なタンポポ仕事してますね。だいたい15年以上ウェブデベロッパーやってて、最近Java の人に晴れて変わりました。ありがとうございます。で今日会社に特に何も許可取らずに発表しに来てるので、もし社名とか分かっちゃってうっかりネット上に書きそうになった時は一部伏せ字だけでもしてもらえると変な人事の人とかにエゴサーチされなくて面倒くさくないなと思います。でこのセッションでやらないことは、マイクロサービスって組織論的な話とか資金的な話とかも書いてあると思うんですけど、そういったところはやらないで、あくまで普通に普通のエンジニアがマイクロサービス的な、構成でサービスを作るためにはどういう感じで作ってきたのかみたいなことを話していきたいと思います。でメリットの話なんですけど、何でしょうね、スケールがしやすく、サービスがすごいスケールしやすくなるみたいなことはよく言われているのと、あと普通な自然な感じで何でしょうね、スケーラビリティなサービスを作っていけるっていうのもある。あとは例えばマイクロサービスとして API とか外出しにするとちっちゃい API をメンテナンスしていくことになるので、そこで小さい領域に、フォーカスして集中していい品質のいい API をどんどん作っていけるので結構はかどってます。で、デメリットとしてはよく言われるのが、もうサーバーいっぱいないとダメなんでしょとか、あとはやっぱり何でしょうね、ストレージ用のコンポーネントがあったり、データベースとつなげる用のコンポーネントがあったり、あと、ユーザーデータを管理する用の、API 群をそれぞれ別々のサーバーというかサーバーインスタンスとして分けていっちゃうと、どん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 管理するコンポーネントが増えていって管理しづらくなっていって、何でしょうね、1ヶ月前ですかね、2ヶ月ぐらい前ですかね、マイクロサービスを使って小さいサービスのスタートアップ始めてみましたけどちょっと失敗しちゃいましたみたいなことをちょっと発表されてた方がいるんですけど、見てみるとやっぱりその辺の管理の複雑さのところでつまずいてしまって挫折されてしまったのかなと思いました。で、そういったデメリットがあるので基本的にはスタートアップでは使うのが微妙かなとは思うんですけど、結局このマイクロサービスって言葉は単なるバズワードで、ごく普通にウェブサービスを作っていって、ごく普通には人に使われていくと、結果的にそういったマイクロサービス的な構成でサービスを作っていくことになっていきます。で、僕も結局何でしょうね、マイクロサービスが多分その 3,4 年ぐらい前から日本とかでも話され出してたんですけども、それのちょっと前ぐらいに似た感じで僕昔アップシーでも話してたんですけど、住所の正規化を社内向けの API として出していたんですけど、それを外に出した方が他の社外の人にも使ってもらった方がいいなと思ってオープン API 化した時に、マイクロサービス的な感じでその住所正規化のコンポーネントだけを別のサーバークラスターに置いて、専用の API として立てて外にも中にも同じやつを提供したりとかしてたんですけど、結局普通に作ってったらこうなるよねという感じですね。で、話をすごい戻して、
まあ、Web 2.0 とか言われる前に我々は何をしていたかということで、まあ、ちょっと裏でパール6の話してるんで、パール4時代のなんかレガシーな思い出話を軽くしたいと思うんですけど、まあなんか昔の時代って基本的になんかローカルのエディターとかで CGI 書いて、で HT なんでしょうね、新しいキャンペーンをやるよってなった時に新しいキャンペーン用のフォームの CGI を書いて、で元からあるトップページのインデックスのファイルにあの新しいフォームを追加して FTP でアップロードする、パーミッションをつけてあげるみたいな、なんかパーミッションとかよくわかんないでハマってたんですけど、そういったレガシーな方法でサービスを作っていって、スケールアウト戦略っていうのは単純に新しい連サバを借りていけばとりあえずなんかさばけるシステムが作れるみたいな感じで、まあよかったんですね。で Web 2.0 とかに戻ってくると、まあ、基本的に僕らのサービスが上の方にあるとして、でアプリケーション、僕があの2つぐらいのアプリケーションを提供してたとしてら、まあ、とりあえずあのそれぞれのアプリケーションでハテナさんのマカレルっていう監視サービスを使って、でまあなんかログインとかしたいのでミクシーさんとかハテナさんの、ログイン API を使います。で1個はあのなんかブックマークとかと連携したいんで、あのハテナのハテブの API 使います。で両方ともお金欲しいんで、あのフリークアウトさんの、広告の API とか叩くみたいな感じ。これって結局あの、社外にあるか社内にあるかという差だけであって、基本的にはなんかいろんな API を組み合わせてそれぞれ、いい、まあ、なんでしょうね、まとめ上げていい感じのサービスを作っていくみたいな感じなんで、まあWeb 2.0 っていうのはマイクロサービスかなとも言えると思うし、まあ、僕ちゃんとあのスポンサー調べてちゃんとスポンサーさんのサービスをいっぱい並べたんで僕偉いなと思います。はい、で本題に戻るんですけど、まあとりあえずスタートアップのサービスではどうすればいいのみたいな感じですね。もうこのデメリット、なんか1台だけでいいのに、何でしょうね、サービス3つも1個のサービスの中に 3,4 個も API つけちゃってサーバーがいっぱい増えて管理できない、お金かかっちゃう、赤字だみたいな、このデメリットはあるんですけど、それは普通にもう普通に何でしょうね、モノシリックなシステム、まあ何か言い換えると単なる CGI でもいいと思うんですよ、あのちゃんとそこでサービスが提供できてれば。でそれでも何か全然できることがあって、まあ何か段階的にサービスの成長に合わせて徐々に徐々にマイクロサービス的な仕組みにしていけばいい。まあ簡単に言うと最初 MVC モデルを使って、まあ、ちゃんと正しくモデルを書いて正しくコントローラー書いて正しくビューを作るみたいな形をまずはちゃんと正しく作るように心がける最初は。でまあ正しい MVCとは何ぞやっていうのは僕も難しいんであんまよくわかんないんですけど、例えばパールで言うと、まあ、アモン2を使うと、まあ、コントローラークラスの foo っていうコントローラーメソッドから、モデルの foo のバーを呼んで、バーの方で、まあ、モデルの方でちゃんとロジックを作ってもらって、それをコントローラーにデータ返して JSON のレスポンスとして返す。これは普通の正しい方法ですね。でそういうことをしていくと徐々に何でしょうね、1個のプロセスだけじゃ処理しきれないこととかありますね。まあ簡単に言うと最初はなんか、毎朝6時ぐらいにデータの集計してメールを、まあメールは飛ばさないですね朝は。まあそういうことをしたいみたいなことになると、まあ最初クローンという形でバッチ処理を作っていきます。でまあここバッチ風ランみたいなこと書いてあるんですけど、この中はやっぱり普通に書く。でこのバッチの風っていうのは普通にウェブアプリでいうところのコントローラーとして置き換えて、ランの中でちょっとパラメータを見る、最初の初期化をして、あとは中であのモデルをいっぱい呼んであげるっていう正しい、まあこれも MVC の一つの形だと思うんですけど、そういったことをやってあげる。でそのうちあのバッチ処理だけじゃなくて、なんかあのプッシュ通知をいっぱい送りたくなるから、そういう通知とかはなんか急に入れて処理したいなみたいなことをいつの間にか思うようになると思うんですけど、そういった時はあの簡単なジョブキューサーバーみたいなのを使う。でまあパールで言うとあのシュワルツっていうのがかなり一般的なので、こういう
コードを書きます。でモデルの中で、まあ、シュワルツのジョブっていうのを作ってあげて、ファンクションネーム、まあ、イメージのリサイズをするみたいなジョブをまず投げる、投げるだけで止めておく。で実際のジョブは別のサーバーでもいいし、同じサーバーでもいいんですけど、シュワルツのワーカーというプロセスがいて、そのプロセスが下、まあ、下のメインが先なんですけど、このイメージリサイズっていうジョブを、私はこのワーカーは動かしますよって、まあ、宣言して走らせておくんですよ。でさっきのジョブの延休が入った時に、ちゃんとシュワルツが上の、イメージリサイズのクラスを呼び出してあげて、ワーカーがなんか処理してくれる。ここで、まあ、ちょっとだんだんサービスがモノシリックから分離されてくる。でもまあ最初のなんかスモールサービスあたりだと、こういうそのぐらいのなんか分離の仕方でいいんですけど、やっぱり本当にあの最初のここの設計が本当に一番大事なので、まあすごいなんか3ヶ月後のサービスの成り立ちとかは多分想像できないとは思うんですけど、エンジニアとしてなんか常識的に全てのあの構造を作っていく、 DB スキーマを決めるだとか、どういったサーバーのコンポーネントを選ぶ、あとちゃんとしたコードを書いていくみたいなことを考えながらやっていけばいい感じにできると思います。でだん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 流行ってきて、何でしょうね、なんか100万ダウンロードとか、そう1000万ダウンロードとか、そういう感じになってくるとミドルサービス的な感じになるんですけど、まあ中間的なサービスで通る戦略っていうのは大体何かっていうことなんですけど、特定のまあ何でしょうね、その100万ユーザーとか1000万ユーザーになってくると、多分そのサービス以外のサブサービス、他の周辺サービス的なものも結構いくつか出てくるとは思うんですよ。そういった時に何でしょう、メインのあのフラッグシップサービスのとあるあの機能を別のところでも使いたいみたいな要求が、多分他のチーム、他の企画の人からとか出てくると思うんで、そういった時にじゃあまあ何でしょうね、一番悪いのはもう元のコードからコピペして新しいサービスを作ってしまうみたいなことをすると、元のコードにバグがあった時とか直すのがとても大変で、リリースも2回しなきゃいけないみたいなことになるので、それは良くないので、まあできればなるべくだったらそこのなんかコピペして使いたい部分を専用のサービスとして置き換えて、でなんかメンテナンスを続けていく。そうするとなんか一見なんでしょうね、サービスが元のサービス A で新しいサービス B で、その共通で使いたい部分だけ提供している API の C っていう3つが出てくるんですけど、まああのコードベースが A と B がでっかくなってくると、だんだんなんでしょう、共通化して使っている部分のコードをメンテナンスするのがなんか大変になってくる。あとリリース時期が合わせられなくなっていく。じゃ あ, あのモジュール化すればいいでしょってなるんですけど、やっぱりあのリリースという作業が入ってくるので、なんかタイミングが合わせてちゃんとアップデートしにくくなってくる時が来るんですね。そうなるとやっぱりなんかそこの部分だけ外側に出しておくと、なんか共通して使っているロジックの部分のリリースは1回で済むので OK になる。あとはまあさっき僕も話したんですけど、その重症石化の部分、社外の人でも使ったら超便利じゃねって思って出すモチベーションであの分離するっていうこともありますね。あと下に1個書いてあるのが、まあ普通に単純にスケールアウトしたいっていう要求なんですけど、まあそれは普通のことなんで省きます。でまあ結局あの共通化言いましたけど、あのドライプログラミングってよく言うんですけども、それと全く同じで、システムインテグレーションもあのドライな原則を守って作ると、結果的に何でしょうね、マイクロサービス的なシステムがどん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 できてきます。でまあ例外としては何でしょうね、さっきもまあメンテナンスの話しましたけど、メンテナンスがめっちゃ大変な、例えば郵便番号から住所を検索したいみたいな、要求のために、まああの何でしょう、郵政の何だ、株式会社化しちゃいましたけど、そこが出してる郵便番号と住所の
データベースみたいのがあるんですけど、それ割となんかカオスなデータで、なんかさ、その郵便番号を使うサービスが10個ぐらいあると、もうその10個のサービスバラバラで郵便番号のデータをダウンロードしてサービスに反映するみたいなことが全然できないので、そういったことがあるとやっぱなんか共通 API みたいのを立てておくと1箇所でデータのメンテナンスすれば済むので、その何でしょう、コストが少なくなります。はい。でまあ何でしょうね、実質的には複数のサーバーとかサービス、まあインスタンス、サービスのインスタンスが増えてくるので、管理とかメンテナンスとか運用とかとてもまあ大変になるんですけど、それをどうにか乗り越えるかっていうと、まああのなんか努力と気合と根性とあと少しの知恵と勇気みたいな感じなんですけど、まあとりあえず最初の障壁としてはデプロイのメソッド、まあ、デプロイの方法をとても簡単にしてあげることと言って、まあ簡単な僕とかはもう多分4年ぐらい前のヤプシーか何かでこの辺に触れてたんですけど、簡単なシェルスクリプトを叩くだけでもいい感じにプロビジショニングしてくれてデプロイしてくれるみたいなツールを用意してあげると良いです。あとなんか昼過ぎにも藤原さんがいいプレゼンしてたので、もし見てる人がいれば、まあ、話は早いんですけど、見てなかったら何かもう一回スライドを見るといいと思います。とりあえずデプロイは重要ですね。あとまあリポジトリ分けるかどうかなんですけど、まあ何でしょうね、その担当者が少ないうちはリポジトリ分けるのも超だるいので、大体あのプロジェクトの中に複数のコントローラーとディスパッチャーを置いて、それで共通、まあ、多分共通化して使うユーティリティっていうかモデルクラスとかあると思うんで、1個のリポジトリの中でメンターした方がいいです。でだんだんあの人数が大きくなると分離するタイミングみたいのが来るんですけど、まあ基本的には何でしょうね、中規模の時は考えなくてもよくて、あとまあ URL とかどうするかっていうのがあるんですけど、まあ URL1 個に1個の URL で EngineX とか使ってバックエンドのサーバーを切り替えるみたいに作っとくと、割と何でしょうね、そのサービス、その社内のマイクロサービスの API のユーザーにとっては分かりやすいというところもあるんですけど、だんだんスケール、何でしょうね、ロードバランサーとかが必要になってきて、スケールのことを考えると下の方のサブドメイン切ったりとかしていくといいです。でまあ広報互換性とか保ってくれないと困るんですけど、そこはもう本当にどうするかっていう方法論特になくて、頑張るしかないですね。で JSON の組み方とかどうしましょうね。まあ JSON は普通にまあ AMON2 の話ベースになると、こういう JSON のプラグインがあって、例えばあの上のプラグインのロードしているところにステータスコードフィールド、ステータスみたいに入れておく と、JSON のデータの中にステータスっていうフィールドで数値を入れておくと XAPI ステータスみたいなヘッダーを返してくれるんで、それを使うとなんか開発が楽になったりするかなと思って今使ってます。まだあんまり実感がありません。あとだんだん時間もなくなってきてるし、この辺普通のモジュールなんですけど、 JSON の XS っていうモジュールを普通に使って、まあ ASCII2 っていうフラグを立てるといい感じの JSON を作ってくれる。で Perl があんまり良くないのが、勝手にあの数値だと思ってるのに文字列型にしてくる時があるので、ここプラスゼロしてあげたり、あと Boolean っていう型がないので、ちゃんとここで JSONXS の True とか呼ぶとちゃんと Boolean な JSON を返してくれるとか小技があって、あとフールっていうのはよくある、HTTP のクライアントですね。これサンプルはドラを、ドラ人間を投票するため の、 あのURL になってます。でまあここまでが Java の話で、まあこれに近いことは Java8 でも実は書けていて、 Avance っていうフレームワークが実は AMON2 と同等だったりとか、あと TinyORM という割と簡単な薄い感じの ORM があって、それが Tengu っぽい感じで使えたり、まあ、ジャクソンは Java 界隈で有名なんですけど、普通の JSON のエンコーダー、デコーダーもできるし、
まあ、他にもいろいろできる。あとメキツっていうのがすごい簡単に使える、URL ライブラリーだったりする。まあ、こういったものを使う、基本的には使ってなんかマイクロサービスな、そのサーバー間との API の連携を、するのを作っていますね、よく。で、まあ、アバンスのコントローラーのメソッドとか書いてみたんですけど、なんかこんなすごい簡単な感じでパールっぽいです。とても良いです。で、はい、お、まだあと一言ぐらい、あと一言ですか。ですね、まあ肝心なのはですね、まあ大規模サービスになるとコミュニケーションとかちゃんと取らなきゃいけないんですけど、そこはちゃんと浮きに残したりする。で、あのこういう UML のツールが便利な図があって、これさっきからずっと出てる図とかはあのプラント UML っていうので出してるんですけど、こういうテキストの簡単なフォーマットを書くだけで図にしてくれたりするので、コミュニケーションがはかどってすごい良いです。で、まあなんか専門家が社内にいるならその専門家に作ってもらうのもいいし、で、まあ、とにかくあの最後に言いたいことは、ちゃんと正しいコンポーネント化したプログラミングを最初から行っていくと、何でしょうね、サービスが流行ってきた時でもあまり困らない感じでスケールアウト戦略が取れるようになるので、そこだけ肝に押さえてもらえるといいかなと思います。ということで最後です。ありがとうございました。質問などございますでしょうか。はい、はい、質問の内容はちょっと、はいはいはい、ありがとうございました。はい、質問があってですね、サービスを分割していったときに、はい、手元の環境に開発環境を作るみたいなことをしようとしたときに、結構手間になってきたりとか、はい、全部手元の環境に作ろうとすると、そのマシンのパフォーマンスとかも要求されたりとかっていうことがあるのかなと思っていて、はい、その辺で知見などありましたら教えていただけたらと思うんですけど。そうですね、何でしょう、サービス、複数のサービスをローカル、サービスの開発環境をローカルに立てるとだんだんマシンが重くなるという話ですよね。そこなんですけど基本的に僕はもうあのローカル、その何でしょうね、 API の連携が必要な開発をするときには、あの開発用のインスタンス、 VM だったりインスタンスをなんかサーバーチームの方に立ててもらって、そこの上に全部あの開発用のインスタンスをデプロイしてって開発するようにしてます。で、まあ多分コードを書くときとかにどうするかという話だとも思うんですけど、そうですね、まあ割と気合みたいなことがあって、あと開発環境のセットアップというお話もあったんですけど、そこは普通にもうウィキを作るなりとか、あとはその開発環境セットアップ用のプロビジョニング用の、 あのインストールスクリプトみたいのをちゃんと最初の方に作っておいて、それを叩くだけで必要なコンポで、なんでしょうね、メムキャッシュ D とかレディスとかエンジン X とか全部インストールされてセッティングされた状態のもの、インスタンスを作れるといったところまでちゃんと準備してから開発をしてますね。はい、わかりました、ありがとうございます。はい、はい、API のドキュメントの共有をどうやってるかっていうのがあって、いろいろビットとかいろいろ書いてあるんですけど、例えば、JSON スキーマをこうなんか始めるかするとか、はい、そういうのやるとか、こうその辺の共有ってどうですか？API のドキュメントの書き方と、まあ、共有の仕方というお話ですね。僕はちょっとあまり凝ったことをしてもしょうがないので、本当にあのマークダウン機構が使える浮きを今使っているので、そこで普通になんか普通のマークダウン機構で必要な API のパラメ詳細を書いてます。で、なんかパラメーターの詳細まで細かく書いていくとテーブル構造がいっぱい増えていくじゃないですか。あとそのこのキーは
あのなんとかというオブジェクトを使っているみたいな感じでリンクも増えていくので、そこやるとゴテゴテしててメンテナンスできなくなるなと思って、あの普通にサーバー叩いた時に出てくる JSON をそのままコピペして貼り付けてます。あと割と重要なのが共有の方法なんですけど、なんかサービスの規模がでかくなってくるとだんだんあの日本語読み書きできない人とか増えてくるので、基本的に最初から英語で書いておいて、なんか誰でも読み書きできるようにしておくことが肝要かなと思います。なんかあの日本語で書いても読んでくれない人が割といるんですよ、ね、そこが なんか大規模開発になってくる時のボトルネックっていうか気をつけるところでしたね。はい、ご質問ございますでしょうか。はい。ドラですか。いやドラの話も。いや。例えばですね、僕はドラパソンってサイト作っていたんですけど、はい、まあすごくアクセスがめっちゃ多くてですね。はい、まあカフカが来た時に、まあ例えばマイクロサービスみたいなのを使った場合に、どこかにブレーカーを用いたりとかしないと詰まっちゃったりするのかなと、はい、何度も伝えていたりするんですけど。はい。止めたりとかってどういうふうに実装されてるんでしょうか。止めるですか。とりあえず、まあ、そのマイクロサービス の API を叩くためのクライアントの HTTP 実装に、まあ、タイムアウトをする時間みたいのが設定できるんで、だいたい1秒か3秒ぐらいでタイムアウトするようにして、あまりにもなんかバックエンドのサーバーが遅すぎると、もうあの表にレスポンスを返すのを諦めて全部エラーにしてしまうみたいな、まあ結局捨てるで、あのそれで、まあ、さっきフルエント D の画像が出てたんですけど、リクエストの内容とか全部とりあえずあのフルエント D の方であの Hadoop のクラスターに投げ込んでしまって、何か問題があった時はそのログをもとにデータの復帰を試みるだとか、そういったことも考える感じで設計しますね。なるほど、参考に。サンプルコードって、はい、真似できるサンプルコードはこういう構成がオープンソースになってるみたいなものってあるんですか。オープンソースですか。多分なんかカンファレンスのスライドとかでしか僕も見ないですよね。だいたいこういう場所で話される内容とか、あと懇親会、この後開催される懇親会とかでそれっぽい人を捕まえてきて、ねえねえあれどうなってるのみたいなことを一人一人に聞いてって知見を深めていくことを僕はやっていました。ありがとうございます。では時間に止まってしまいましたので、エイジオで片桐大沢さんの大規模でも小中規模サービスでも深めるマイクロサービスのサービスの作り方をどうぞご了承いたします。ありがとうございます。